直前キャンプでカタールに一回行ってるんで、環境とかは特に問題ないです。めちゃめちゃ暑いっていうわけではないので、本当過ごしやすい気温です。試合までまだちょっと10日間ぐらいはあるんですけど、その中でもみんなテンション高く練習が非常によく入って、どの試合もキーにはなると思うんですけど、本当に初戦は本当に特に重要だと思います。僕個人では北朝鮮に19のワールドレースの時に負けてるので、本当にその借りを返すというか、自分の良さの球際であったりボールダッシュっていうところでは本当にどんどん見せつけていきたいですし、攻撃の部分でも本当点に絡んでいけるように頑張っていきたいです。いずれでも本当にチームに貢献できるようにしっかり準備をしていきたいですし、安全に準備していきたいです。6大会連続でかかってるんで、プレッシャーとかあるんですけど、本当そのプレッシャーより楽しみの方があるので、本当に出場権を勝ち取って気持ちよく帰りたいです。